もしかしたら元と一緒なのかな。それに対して稲葉くんがコメント返しです。コメントありがとうございます。と、あいはソニージャパン85243。ゴヌードゴーのお話を聞きたいです。シンセが多い曲ですよね。はい。そういえばね、ゴヌードゴーとか、そういうトレジャーとかに、トレジャーじゃないのか、プレジャーなのか、どっちだよくわかんないけども。B 面の曲、恋心とかはね、あの辺に入ってますけども、割とその B 面っていうのかな、セカンドビートの曲とかは楽曲解説してなかったりして、今回このコメントをいただけたんで、ちょっとやってみて。まあ、あとはだからそれ以外のやつとかも、ぜひだから話を聞きたいっていうのがあれば、コメントでいただければと思います。よろしくお願いします。で、シンセが多い曲ですね、ということですね。まず頭が予想は予想のみたいなやつじゃないですか。あれって B メロのところで、たたらだわ、you so wife, わってこう、コーラスが入ってるじゃないですか。あれをサンプリングして頭にぶっ込んだのは僕です。だから、あそこのコーラスを考えたのは稲葉くんです。で、基本的には最初に全部ベーシック打ち込んで、それに仮ギター入れて、それにシンセサイザーを入れて、仮ギターに対して。あ、その前に、最初にベーシックができて仮歌を入れて、それから仮ギターを入れて、それに対してシンセサイザーを入れて、それも基本的に本ちゃんで入れます。で、それに対してギターダビングを本ちゃんでやって、で、それから、それができたら歌入れをやって、で、その後にコーラス入れをやって、そのコーラス入れをできたものを最終的に僕がそっからちょっとまたいじるっていう、そういう工程でできてるんで、でそうするとその B メロの、まあ、バーってザーッと聞いて、あ、こういうふうなあのコーラスが入ったんだ。あの歌入れとかギター入れとかコーラス入れの時っていうのは僕は立ち会わないんで、それは基本的にはその時はキーボードだったり、ザードだったり、マニッシュだったりのアレンジしてるっていう。別に遊び歩いてるわけではないです。はい。まあ別に遊び歩いててもいいんだけど。そんな具合のやつです。だから、ベーシックが、丸一日やって、で、そのベーシックの時に、仮歌と仮ギターも取ってしまうっていうパターンで、それで一日終わるっていう感じです。で、その次に、本ちゃんのギターってのが一日だから2曲とか3曲とかをやるっていう感じですね。で、その後のボーカル入れが、だいたい半日くらい。で、それで、まあ、だから13時、18時とかなんか、そんな感じですね。それでやって、その後に、それはだからなんか、ボーカルのエディットとか、そういうのも全部含めてっていう感じです。で、その後に、それは1日1曲です。で、コーラスを1日2曲ぐらいやるのたんだけど、3曲やんないから、2曲か3曲ぐらいやる。それも半日です。13時、18時とか、19時、24時とか、なんかそんな感じ。で、やったりとかしますね。そんな工程で、その次に、僕がそうやって最終的なものをやるのが、半日やるのかな？なんかそれ一日いくつかやるのかな？よくわかんないです。はい。全然覚えてない。その最終段階、そのミックスの前の。ミックスする前にやるわけではないと思うんで、思いついたらちょっとこれやりたいから、みたいな感じでスタジオ押さえてもらったりしてた。っていうか、この頃はスタジオ押さえてやってもらってて。もうちょっとすると、インザライフの頃とか、アカシュルームっていうのができて、もう僕しか使わない小部屋ができたんで。もうそれ以来だから、なんかずっとほとんど今まで。あの自分が自由に使える小部屋っていうのはずっと他の人から与えていただけてるっていうそういう人生なんで音楽やってろって感じですよね。制作やれっていう感じ。皆さんはね、なんかね、こうプライベートスタジオとか家に作るんですけどもね、なんか僕あんまりそういう風なのがね興味ないというかね、むちゃくちゃお金かかるし、なんかなんで僕なんかそういうタイプじゃないんですよね。で、それででもそうするとね、なんかね、そうやって周りで誰かしらが作ってくれるっていう、そういうまあ人生ってそういうもんですよね。はい。シンセが多い曲ですね。ということで、予想はの後に、ドッジッドッジッドッジッってのがあって、マイケル・ジャクソンのビリー・ジーンがあんなベースラインですよね、きっと。なんか、それの、うん、まあ、パクリっちゃパクリですけども。まあでも、タッ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 タって、8分音符で、そのルートから5度行って、7度行って、5度戻って、オクターブ上のルート行って、で下に5度に戻ってっていうだけのことなんで、音の動きは同じではありますが、ありきたりっちゃありきたりなんで、普通の8ビートっていうか、そういうふうな、まあシンセの定番のやつなんで、そっからインスパイアされてやったりしてますね。で、その次のとこ、このね、リスキーの頃はね、ミディミニがあったかなかったか、どっちだっけ、あったか、ミディミニって確かブレイクスルーの頃からあったのかな気がするから、もあるのか。そうすると間違いなくミディミニですけどね。で、グニーンってやつ。っていうかもう基本的にあのこの曲ってもうジュピター8独壇場みたいな感じ。なんか。あのグニーンってやつ。あれは
ポルタメントってやつなんですけども、そのポリフォニックでポルタメントかけれるのって僕の知ってる限りジュピター8だけなんですよね。なんかそれをだからきっと下の方でこうやってベッてやって、適当にベッと押さえて、それをこう上の方からビューってかってこっち側を押さえるんです。そうするとここの音がだんだんこうポルタメントでビューって上がってくるんですよね。でこれは適当にこうやってベタッと押してるから、単なるクロマチックがいっぱい、ね、たまにどっか押さえてなかったりとかして適当な感じ。それがそのまんまの状態でみんなこうビーと音程が上がってからこの状態ビーって感じになるんですよね。たまに使ってますけども。でこれ買ってると最終的にはここからこうビーってて、ここのところにウィーっつって、ずっとこう、止まるわけなんですね。で、これをこう、またこっちからポテッて、ペイって離すとこうやって、キューって。で、ここのスピードっていうのも、こう、つまみで一個、またタイムっていうので変えれるんで。なんで、その辺をこう、調節して、あ、このスピードだよな、みたいな。そういうのも全部、ハイヤーセルフさんが、これって言ってるから、こうやって、これこれ、あ、これですね、みたいな。その頃はそんなこと考えてないけどね。今だからそんなこと言えてるけど。で、その次の、チャ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 ってやつ。あれもジュピター8ですね、明らかに。あれね、基本的にはサビの中も入ってるんだけども、イントロとサビは違うと思うんだけど、サビの場合は、タタ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 って、トップの音がメロディーと同じ音をなぞりながら8部でずっと刻んでるっていう。で、それに対して下にコードトーンを2音つけてるっていう、そういう手法。例えばだから、セーフティーラブのチャーキャーキャーチャーララチャーチャッチャーチャーとか、あれも全部そういう風な手法だったりするんですけども。で、あと、その後のところになんか、キカンとかボカンとかちゃんとか、ボヨンとかそういう風な音がボヨンはないか。いろんななんか効果音がいっぱい入ってますよね。あれは、ヤマハからお借りしたのかな、買ったのかな、あ、スタジオに買ってもらったんだっけな。なんかミディのパッド。まあ、要はだからシンセドラムの。それのパッドがね、3つ買ってもらって、それを、サンプラー、赤いのサンプラーにつないで、で、いろんな音をそこにアサインして、これを叩くとこの音がしてみたいな。3つ、3種類の音だけだと思うんですよ。それを、スタジオで音流しながら、僕スティック持って、適当に買って、カーンとか、タコハンとかって、カカンとかつって、なんか、気分で全部なんか入れるんですよね。もう気分なんだな。ハイヤーセルフさんが、ここだって、この音、ここだって、はいーって、ばーってこうやって、やってる感じ。で、それでできるんですよね。ね、ハイヤーセルフさん宇宙と繋がってるんでね、だからかっこいいんですよ。それで、まあそういう理屈なんで、さってやります。それをだから、コンサートでもやってるのを見られた方が、おられると思います。だからこれぐらい、リスキーツアーの頃とかかな。レディナビゲーションとか、まあちょっと後ですけども、その頃とかに、スタタカタタンタンタタタンタタタとかっていう、T3 っていうやつのスネアドラムが、ちょうどハウスミュージックのフィルに、ですごい流行ってて、そのスタジオのなんか、ビーズとは違う、担当のエンジニアの方から聞いてですね、これ T3 なんだよね、とかっていう、へえ、そうなんだ、とかって T3 のやつのサンプリングを持ってきて、でそれでこうやって入れてたりとかしてて、あれもだからリアルタイム出たから、スタタタタタンタンタタタタタって、入れてるんですよ、確か。で、それライブでもそれをこうやってやって、タタタン、タタカタン、カーンつって、カーンってはシンバルの代わりの音は、鉄板のリバーブってのがあるんですよ。なんか、まあそういうプレートリバーブってのがあって、それのピッチを上げると、こんなブリッキのなんか板みたいなのがでカーンって叩いた音と同じような音になるんで、要はだから、鉄板リバーブってのはこんな分厚い鉄板がこうあって、それをこっち側で音をゴンってやって、これがグワーンって響いたやつをこっち側で拾って、で、それでリバーブにするっていう考え方なんですけども、それをだから、ピッチを上げるとですね、要はピッチ上げるってことは、このサイズをどんどんこう小さくするってことなんですよ。だからそれももう、縦と横と高さ、すべてがだから、同じ比率でどんどん小さくなっていくんで、最終的にはだから、厚さもなくなってくるから、こんなブリキータになっちゃうんですよね。鉄板の。それをカーンって叩く音と同じになるんです。で、確かそれで全部作ってます。カーンって音は。これにも入ってんじゃないかな。カカーンとかっていうやつ。それが、まあシンバルの代わりになんか入れたりとかして、そんな感じで作ってますね。はい。で、A メロの前に、ジャ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 っていうオケヒット入ってるじゃないですか。このジャ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 っていうこの決めは、僕が考えたのか、松本さん考えたのか覚えてない。全然。これをオケヒットにするっていうのは僕が決めてるんですけども、それはね、なんかね、覚えてないですね。だからそういうところが結構あります。アローンのイントロのジャーン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 、あれは松本さんが考えたんですけども。で、これ、この製品っていうのも、いつものように、全然聞いてないんで、
めちゃくちゃ久しぶりというか、ミックスしてから一回も聞いてないんじゃないかなと思うんですけども、リハの時とかに一回だけ、じゃあちょっと一回聞いてみますか、みたいな感じで思い出すので、それでやってみましょう、みたいなパターンがあるから、そこで一回絶対聞いてるはずなんですけども、それからはもう一回も聞いてないのかな、っていう感じなんで。で、この A メロがね、なんか妙にコード感がおかしいんですよ。ずっと、ワンコードなんですよね、ここね。なんだけども、おそらく、このベースラインのこのルートの音、これの、上になんかいろんなコードが乗ってるような気がするんですよね。ゼロのと A メロのワンコーラス目の前半みたいな感じ。ああいう上に。まあ、例えばだから A マイナーですが、A マイナーがあって G があったりとか F が乗ってたりとかするっていうパターン。松本さんがよく使うパターンなんですけども。それで、それに合わせてコードを入れてるはずなんですよね。おそらく。なんだけども、まあ、このジェイソン・コーサルのミックスっていうのはそういうシンセ。もう余計なシンセ入れないんで。小さくするという量をおふってますね、これ明らかに。いくら聞いても聞こえないから、聞こえる方を教えてください。おそらくだからその6度マイナーだとすると、それに対して4とかが絶対入ってるはずなんですよね。 4と5が絶対入ってるはずなんですけども、なんかそれがそうじゃないのかなと思うんですけどね。メロディーの動きとなんかそのルートの感じっていうのがなんかすごい違和感があって、上にコードが乗ればいいかなと思うんですけど、わかんないですけどね。確信ではないんですけど、あ、ここもまたシンセを振ってやがるなこいつみたいな感じなんかそれはなんか思いますね。で、ギターソロから、B メロの、B メロのギターソロから B メロの歌に入るという感じですね。で、その後に、最高にいいこととか、これって、このメロディーって、なんでこうなったんだろう。もともと、松本さんが言ったのかな。全体の構成が松本さんが決めてたの、違うな。絶対それは最初僕がやって、なんか、もしかしたら元と一緒なのかな。それに対して、稲葉くんが、そういう風に、したのかな。なんか本当にもう、みんなで持ち寄って作ってるんで、どこが誰かっていうのがよくわかんない感じなんですけども。うん、で、その後に、まあ、落ちサビというか、打ちっぱなしサビって、じゃーんってやつになりますよね。で、そこのところで、ガン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 っていう、そういう、ガンワジョヌードで、歌ないじゃないですか、そこ。で、そこがダダ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 ダっていうところで、そのシンセ。サビの中と同じものなんですけども、それがそこで流れてるから、それでなんかメロディーがなんとなくわかるぞ、みたいな企画になってますね。これもおそらく、僕が最初にそうしようって言ったんじゃなくて、歌入れの時に、あ、ここは歌をなしにしようって、まあ打ちっぱなしなんでそんな感じですね。そうすると、結果的にメロディーラインがそのシンセで出てきたっていうだけの話だったりします。そうやって、いろいろ。それがだから、意図的にこうしたらこうなるっていうんじゃなくてっていう。だから誰のアイデアかは、だから歌入れの時に僕いないんで。だからもしかしたら、ディレクターの寺島くんのアイデアなのかもしれないし、まあ、稲葉くんのアイデアなのかもしれないしっていう感じだったりします。まあ、そんな感じの、ゴーのどこでした。はい、ありがとうございます。また、いろいろ。何でも、これに関することでも、全然関係ないことでも、まあ、ちょっと気になったことがあったら、コメントよろしくお願いいたします。ありがとうございます。もしこの動画を気に入ってくれた方は、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。よろしくお願いします。